今日はニットで作る成功ワントーンコーディネートの撮影をしています。なんか急におしゃれ感がこうグッドアップしますよね、うん、今年っぽさも出るし、うん、目立つじゃないけど、なんかなかなか水色とかあとダークグリーンとか見ない気がするので、そういう色もちょっと欲しいなと思ってます。なんか今回はこう色によっていろんなこう見え方だったり、うん、甘く見えたりちょっとこうカジュアル目だったりとか、うん、なんかそういうのがこう自分らしさをどんどん出していけるなと思いました。色によって合わせる小物を変えることで ね、うん、すごいこう見え方も変わるというか、うん、今着てるこのグレーのワントーンコーディネートはなんかすごく自分らしいなと思って、こういうのもグレーであのカジュアルめなキャップをこれには合わせたんですけど、なんかすごく可愛いなと思いましたね、うん、なんか普段から着てそうな感じがします、ね、結構私服に近いかもしれない、うん、ピンクってやっぱりどうしても嫌いになれない、可愛いなって好きだなって色です。ひたすらピンクのものが欲しくなるみたいな時期はあります。この冬もたくさん可愛いニットが出てくるので、ワントーンコーデを楽しんでみてください。